で購入した島田屋の鶏醤油つけ麺。半額引きだったので購入。税別価格298円の5割引き。149円で購入。一度目食べた感想。麺固めに茹で上がってしまった。スープは薄めな色なのであっさりすぎるのかと思ったのですが、味はしっかり。 醤油味で鶏というよりも甘めな醤油ラーメンのスープという感じ。なんか物足りないので、ニンニク背油入れたら味がニンニクに引っ張られて、それの強さで一食多になってしまった。二食目。麺は前回よりもあえて柔めに仕上げたけど悪くはない。スープの味が、物足りないんだ。七味とかが欲しくなる。 おそらく濃いめの調味料だと合わなさそう。同じ商品とは忘れて二度目購入。半額引きだったのでついつい手に取ってしまった。三食目、四食目と食べて。麺類はやはりつけ麺類として一食分には物足りないので自前でグリュー増すしかない。細麺なので、茹で加減と締め加減が難しいことと、 スープがシャバイ系なので、温度も冷めやすく味も終盤ほど薄くなりがちなので、工夫して味変しないと食べにくい。この商品の難点として細麺のつけ麺ということと、スープが薄めということ。この2点が好きな人はまだしも、普段太麺の濃いめのつけ麺しか好まない人には、向いていなかった。